今日の審判団です。レフリー柿沼徹、アシスタントレフリー権田智久、金井誠一、フォースオフィシャル清水隼人、この4種の担当です。ハーフウェイラインに今6人が並ぶ形でスタートします。キックオフは大宮ボール、キャプテンの帝が下げて90分がスタートしました。そうですね、今この時間両チームともそうなんですけど、プレッシャーをかけられるとパスがすげえかなりずれてますよね、はい、ただやはりそれがやっぱり今再開っていうか、山下ヘリング、堀米のクロスがちょっと相手に当たって軌道が変わりましたが、そこに山下が待っていました。クレーベー、いいポストプレーです。中に入ってきた堀米ですが、一平篠塚、さあこれはカウンターチャンス、自分で行った一平篠塚、一平篠塚ドリブルからフィニッシュで終わりました。一平篠塚惜しかったですね。しっかりコントロールした近藤、ちょっとボールを見失ってしまいましたが、ルーズボールが尾長の元へ、折り返しシュートだ、渡部のシュートです。小野が狙ってきた、コース変わった、先制大宮アルディージャ、セットプレーを生かして取りました。そして直後に笛が鳴って前半終了、0対1してやったリアルディージャ戦でした。そうですね、最後は多分高橋選手が、あ、そうですね、オウンゴールですね、クリアをし損ないましたね。ちょっとコースが変わったことによって、まあ、試合が短期間で次々にやってくる分、そういう配慮も指揮官には今シーズン求められます。追い越してきた尾長ですが、ここはおセカンドボール奪った、さあ一平篠塚、一平篠塚強烈でしたけれども、なんとか弾きました新井翔太。そうですね、これ奪ってから前早かったですよね。あ、無回転だったんです ね、 そうですね、ちょっとボールがブレていた分新井もキャッチはできませんでした。帝が広げて渡部です。一平篠塚打ってきた、これもワンハンドかき出しました新井翔太。そうですね、これ縦に入ってここ誰もプレッシャーに行かないんですよね。そこでやっぱシュートまで持ってきますよね、はい、ジェフの選手たちも今下平選手に入ったところで前が完全にフリーだったんでボールを運べって言ってますよね、はい、先ほどはファーサイドでクレーベがちょっと余りました。高橋入れます、低いボール、試合終了。